汚れ芸人グランプリ。はい、あ、これ全然盛り上がらないですね。まあ、これあの我々があのテレビ CM やらせてもらってるあのオキシクリーンさんとのちょっとタイアップの企画になるんですけれども、はいはい、まあ今回はもう本当に汚い汚れ芸人をちょっと選び出して、これよし内見使うんですよ。もう吉本のね汚れ芸人これ集めまして、声も汚かった、汚かった、本当に汚いんですよ。なんで声かわざわざ誰一人も、誰一人も通らない。綺麗でしょ、綺麗ですよ。もういいよこれって、何の内容もないガヤじゃねえかよ。そういうことじゃないだ、汚れてるものを持ってる芸人だろうとかそういうのが全くない。頼むぜ。さあ、まあ今回は、はい、まあ、汚れた布製品を持っていそうな芸人リサーチいたしまして、まあ、5組ノミネートしました、うん、それを持っていた、ものをですね発表してもらって、うん、まあ、安藤の一番汚ねものを持ってたやつにはおきし漬けで綺麗にしてあげるという企画ですけれども、これはやりがいありそうですね。うん、結局お前らが売れてないのはやっぱ汚れてるからなんだよ。なんで汚れてんだよ。汚れてない、そんなことないですよ。さあ、それでね、ちょっとねノミネートされた子に紹介していきたいと思います。まず犬の太田。あ、よろしくお願いします。長田さんの犬太田です。お願いします。長田さんの犬なんだ。はい、もう長田さんには可愛がっていただいて、まあ、そっか。さあ、そして、はい、ブラゴーリ大ちゃん。松尾さんの犬ブラゴーリ大ちゃん。お願いします。そんなことない。何回かバスケやったことある。あ、そう、バスケつながりな。バスケはやって、はい、そう。あ、なるほど。そして磯本子だ。はい、日本一綺麗なけん玉日本一芸人磯本子です。ショーケーな、なんで日本一2つなんで。え、日本一綺麗なけん玉、日本一綺麗なけん玉日本一芸人磯本子だ。シャオケーシャオケーシャオケー綺麗でしょ。シャオケー綺麗でしょ、なんか言葉も。さあ、そして影山増田。どうも、チョコプラさんの弟分、影山増田です。いや、勝手に弟分にならない。物作って小道具芸人なんで。まあ、小道具ね、作ってるからね。本当衣装とかさ、いや、そう、そういうのってなかなか洗わないじゃん。洗わへん、うん、俺だってそうだったし、うん、あ、出てきたよね。そうそうそう、うん、だからそこら辺はちょっと怪しい。怪しいね、これね、うん、バビロン千葉。ありがとうございます。優勝候補、チョコプラさんの知り合い、バビロンの千葉です。知り合い、確かに。さあ、それではちょっと早速参りましょうか、はい、まず犬の太田からお願いします。はい、はい、僕が持ってきたのはこちらです。うわ、何、ね、うわ、汚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 ね、何これ。これは、まあ、浴衣みたいな感じ。ああ、汚ね、汚ね、うわ、汚ね、うわ、汚ね。これ、はい、12、3年前に使ってた、衣装で、やばいね。うわ、これはなんか、これはもうなんか、何、こう両面テープみたいな汚れか、それ。これはそうです。そうだよね、ここ、の取れ、剥がれないように両面テープで押さえてて、いや、さすがにそこは取れないだろうけどさ。で、あとはそこの黄ばみね、汗じみ、首回りだよね。うーわ、やべえ。うーわ、これはやばいね。やばいね、これは。これはだいぶ年季入ってます。何回ぐらいやったの、このコント。このコントは、30回ぐらいは。結構やってるね。やりましたね、はい。さあ、続いてブラゴーリ大ちゃん。はい、僕はあのルームシェアしてて、うん、枕ですね。あ、枕ね、はい、お客さんが来た時の来客用枕。ああ、あるね、俺もルームシェアしたからあったわ。来客、そんなんあるの。あるある。だから泊まり来た時に一応布団のセットとかあるじゃん。あ、そうなんや。そう、来るじゃんみんなやっぱ遊びに。来客用だとだって綺麗じゃない、うん、まあまあ、だからだから分かるよ、なんとなく。うーわ、これうわ、ズタ袋じゃん。なんだ、土のうじゃねえの、マジで。ほんとっす、土のうじゃねえの。え、ちょっと、どういうことこれ。なんだこれ、ね、何これ、元何色だよこれ。これ薄青です。え、薄青。え、は、どういうこと。え、あるの、元々の。元はこの、これですね。うわ、そうでしょ。
これのまあ外のあれがないバージョンなんですけど全然ちゃうやんマジやばいやばいこれあれ完成4年とかのやつ歴史的なそんな古くない何でも鑑定団じゃねえんだろなあいい汚れですねこれはすごいなこれでまあ基本でもこれだと、うん、もうあのバレるじゃないですかいやだからバレるかバレる基本これ の, あのベッドカバーしたらいや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 マジかよ、はい、いやいやもはやもうこっちの方がバレないと思うんだそういう色だと思うんだよこっちのこれがもともと白で真っ白だったんですけどまあちょっとこれも黄ばんじゃいましたねうわちょっとどうしよっかななんかちょっと一回匂い嗅いでいや俺も今だから一回ちょっと匂い嗅いでみてこれやっぱこれのこっちもこれは本当にはいもうやだなもうあのね、うん、カビ臭い感じと あと皮脂の臭さがもうなんつうのいっぱい混ざってる感じする、うん、よっしゃカビ臭いそうよねカビ臭い、まあ、カビと黄ばみがもう、うん、これははい続いて磯本子だはいもう僕がどんだけ持ってきてんのいやまあ、まあ、ほんとちょっとなんですけど、うんまあ、純粋に僕の部屋着ちょっとうわぁ全然なんですけどうわぁ待ってくっせぇお前が臭いのくっさっお前だよくっさっこれだこれだよこれだオッケーオッケーオッケー大丈夫でしたちょっと待ってちょっと一回ちょっと広げてくんねこれ何これえこれわかんないのな何このいやこれ本当何の線これ分かんないですお前なんか俺とお前が立ってる時ここまで浸水あったんだなんかここまで浸水してないってお前おかしい線じゃんこんなえこれは何今も着てるのあ着てますこれ部屋着ですえ普通に洗わへんの、まあ、これは多分3ヶ月ぐらいはもう部屋なんでいや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 マジでまだあんのまだあんのでも純粋に何純粋にって何に対しての純粋で何が純粋だから純粋にしてるだけだから使うなそんな言葉純粋なんて接続しねえんだよでもなあいや本当に、まあ、純粋にこれそれは別に何これ僕の枕でええー、枕からの、まあ、これだけだったらあれなんで何来たなこれで巻いて巻いて、はい、何すか何すかこれ何すかこれえ、それで寝てんのはいえこれでも顔こう見て可愛いでしょいや、違う うわぁ、もうさ男の一人暮らしのもういっちゃ臭い匂いがめっちゃするこれマジ純粋にだよねこれねいやだ純粋に純粋に可愛いでしょこれ純粋なんだよ純粋って粋いいで気づいたら、うん、本当に気づいたら僕普通の持ち運び用のバッグなんですけどはぁ、あはい、うわこんな感じになって棚なんだよこれで久々に中全部開けたうわやめろやめろこれ何のカバンなのあこれけん玉入れたりとかお財布入れたりとかお財布お財布え純粋に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 入れたらバッグなんですようわなんか湿ってるんだけど最悪だよ最悪えこれなんか今朝まで使ってたってこといや僕半地下に住んでて純粋に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 でお風呂入ったら湯気とか出るじゃないですかそれで充満してなんか全部純粋に湿ってる純粋に湿ってるんですよマジでなんだそうだよな純粋なやつ半地下すまないよなすまないよな純粋だからすむんですよさあ、はい、続いて影山増田はいお願いしますいやでもそんなにもう
あれ見ちゃったらそうだよな、ちょっともう賞レースだったら順番だったらこれかなり、はい、かなり荒れた後だよな、もうだいぶ荒れてるよ、はい、僕はあの枕を着たんですけど、うわなんだこれ、え、柄それもなんか、絞り染めしてるやつじゃん、あの、うん、サイケデリックのやつやんけ、お前タイダイみたいな、なんか昔の地球にいるまだな、あれじゃないから、あれじゃない、一応これセカンド枕として使ってます。セカンド枕、たまになんかこう YouTube 見るときとかに、うん、こうやって段を高くしてこれでカバーしますよ、ちゃんと。あ、そう、これに似合うやつもついてない、じゃあちょっと匂いは、これめっちゃタバコ臭いっす。あー、タバコな、タバコの吸うでしょ、タバコ吸うの、これ染みついてます、これちょっと匂い嗅いでみて、ちょっと、うわ、くせ、うわ、タバコだ、ほんとだ、うわそんな、え、よ、だからもうタバコ吸ってるからもう分かんないんだよ、分かんないんだよ、お前くせーよ、嗅いでみてよ。ほんとになんか湿ってんだよな、なんかこういうやつらのってさ勘違いですか、まさか。うわ、ほんまや、めちゃくちゃもうここに火つけちまえ、もうこれ、これ火つけたら吸えるよ、もうこれニコチン、ニコチン、ニコチン火つけたらさあ、それでは、はい、最後、バービーの千葉、はい、そんなに汚くはないんですけど、お、なんかボロボロ、落ちてるよ、もう落ちた、え、僕これですね、このうわうわ、そんなに汚くはないんですけど、汚ねーよ、黄色、はい、何これ、これ僕元 K-1 ファイターの佐竹正明さんのモノマネしてた時にやってた、うん、使ってた道着なんですけど、うん、もうその汗のこのシミの、そんなにこれだから、はい、もうそれ何年ぐらい前、それもう10年ぐらい前ですかね。で、はい、それやって、今やってないでしょ。今やってないです。だからずっと放置されてるんだよ。もうずっと放置してました。もう他は、うん、僕もこれなんですけど、このなんだそいつ、何そいつ、オランウータンのぬいぐるみで、うん、20年間一緒に寝てるオラくんっていう、はい、これを僕は枕にして寝てるんですけど、はい、これ枕に、はい、これを枕にしてるんで、もうペッタンペッタンなんですけど、はい、これだけで寝れるの、はい、これだけで敷いて寝てますね。これも20年前からの元々のやつがあるらしい。え、はい、そうです、うーわー、こんぐらいの、マジ全然ちゃうやん、もうこんぐらいの色合いでした。目の開き方もなんか全然違うね、確かに、そうそう、いや、やっぱり瞳孔開いちゃってるオラウータン瞳孔がもう開いちゃってるよ、もうこっちまぶたないやん、なんでだよ、な、よく本当に生活できてるよな、なんかちゃんとしようとか思わないの、なんかなんかさ、いやいやいや、ちゃんとしてますよ、別に、してねえだろ、してないよ、いやいや、ちゃんとしてますよ。え、どうする、うわそうだな、いっそ元かな、匂いもきつかったもんね、そうなんだよな、ちょっと嗅いでみて、それ、いやいやいや、ダメだ、いやー、くせえとかじゃねえ、もうやべえ、喉詰まった、お前、いいって、お前、これ、伊能忠敬の枕、いいよ というわけで、汚れ芸人グランプリ優勝はブラゴーリ大ちゃん。ああ、まあちょっと磯本もインパクトあったけど、やっぱそれ、やっぱ伊能忠敬の枕ですよね、伊能忠敬の枕、だから伊能の枕、伊能の枕、うん、やっぱこれはインパクトすごいから、ちょっとこれがどれだけ綺麗になるのかっていうのを見てみたいですね。正直本当綺麗にならないと思いますぐらいぐらい、ちょっとそうだよな、これが本当綺麗だったら、オキシすごいですよ、すごいな、うん、
さあ、それではオキシ漬けを始めたいと思います。まあ、40度から60度のお湯に、オキシクリーンを入れてかき混ぜ棒で、よく混ぜて粉を溶かします。はい、粉が溶けたらその中に、汚れたものを入れて20分程度漬け置きします。はい、さあこれですね、まあ、これ大体キャップ1杯のでこれをわーっと入れます。これだったらもう1本ぐらい入れないと、もう1本ぐらい入れたいよね。さあ、そしてこれを混ぜます。はい、あ、もう溶けましたね。はい、はい、さあ、そしたらちょっとちょっと危ないので。大丈夫ですよ、素手で。素手でちょっと触ると危ないので。素手でやっちゃってください。怖い、オペじゃん。怖い、ね、大丈夫です。これを。落ちんのかな、これ。うわ、でももうなんか。すごい、これは。もう浮いてきてる、なんか。もう濁ってる。うわ、最悪だ。もう、やばい。もう、ほら。うわやばい、気持ち悪い。うわすごい。紅茶、紅茶じゃん。紅茶だよマジで。こっからこれ20分ちょっと待ちたいと思います。ちょっと今もう 5分10分弱ですか。10分弱経ちましたけど、やば、赤だしやん。これあの綺麗にしてくれてる担当のオキシさんの社員さんも、15年見た中で一番汚い汚れ。もうさ、もう溶けきらないだろこれ、もうこれ以上。一回変えた方がいいかもね、これね。いや、そうだよ。ちょっと思ってたよりだね。思ってたよりだね、ちょっとこれ。すげえ。すごい。さあ、というわけで、オキシ漬けとりあえず20分完了いたしました。で、ちょっとつけてたやつがこれなんです。いや、すごいよこれ。これはすごいね。さあ、ということで、漬け、お置いたやつはこちらです。あ、でもすごいじゃん。すごい。いや、あ、ちょっと青みが出てきましたね。出てきてる、ここら辺ちょっと。まあ、残ってますけど、まあ、とりあえず20分でここまでは。でも確かに柄が見えるようになってきました。柄はっきり見える、うん、青だなっていう青だなっていうなんか認識はちょっとでき始めてるよね、これ。あ、匂いはもう、あ、ほんまや、すごい匂い。まあ、じゃあちょっとこっからちょっとこれ預かって、もう少しちょっと洗濯しますので。あ、ありがとうございます。はい、で、そばからも詰めて返します。あ、もう絶対に返してください。いいってさあ、ということでね、ちょっとまあ優勝できなかった皆さんにはちょっとオキシ漬けあげますので、やった、皆さんに、ありがとうございます。もう各自家でやってください、もう。はい、よかった、これは。マジでやった方がいいよ、マジでやった方がいいよ、本当に。いや、マジなんですかね。うん、マジ、本当に。もう純粋にやった方がいい。純粋に。水元はもう部屋にバーって撒いて。半地下だから、ちょっと水ブワーって入れて。ちょっと湿気でね、これで。もう半地下でお前ここまで水浸ってたんじゃないの。こっから上が1階こっから上が1階じゃない。めっちゃ綺麗だね。ということで、汚れ芸人グランプリでした。最高ですけど、よいしょ、よいしょ、しゃっぽん、うわ、気持ちよすぎる。痛いよね、控え室。